今日はですね、このビーコンですね、今僕が手に持っているこれはなだれビーコンで、なだれで埋まった時に捜索をしたりとか捜索をされしてもらったりとか、電波を使ってですね送信をして、それで、なだれで埋まっている人がですね送信をしている電波を、探す、捜索をする人がその電波を拾ってその場所をですね特定する、そういった道具なんですけども、このなだれビーコンもお持ちの方、これから雪山に入る方、冬山を目指す方、この雪山に入るときはですね必ずこのなだれビーコンを特に登山者の方にも持っていただきたいんですけど、今までは、山スキー、バックカントリースキーとかスノーボードとかで山を滑る、そういう時にですね谷にこうなだれの起きやすいところで楽しむっていうこの遊びをですね楽しんでいる方は、まあ命の道具としてかなりこう普及率っていうのは上がってきてるんですけども、まだですね、登山をされている方で冬山雪山に入る方で、このビーコンを携帯していない方が多いと、思います。唐沢、春のですねゴールデンウィークの頃の唐沢、あそこもですね雪崩の起こる季節です。ゴールデンウィークの頃っていうと、以前ですね何年か前に、そのゴールデンウィーク前の1週間ほど前に、唐沢ヒュッテっていう山小屋まで雪崩、大きな雪崩がですね発生して、唐沢ヒュッテという山小屋の、売店、建造物がですね倒壊してしまうような、そういう雪崩も起きています。それがゴールデンウィークの、本当に1週間ぐらい前の出来事で、それがゴールデンウィークの時にその雪崩が起きていたらって考えるとですね非常にこう怖いですけども、そういう雪崩っていうのがあります。それからその大きな雪崩じゃなくても、春もですねこう雪がどちらかというと川のように流れるような、そういうものがですね午後、気温が上がって雪が溶けてそれがですね流れ始めると、大きなですね流れになってしまって、それに巻き込まれてしまうとか、そういうこともありますので、実際にありますので、必ず雪山、これは冬でもそうなんです、冬の厳冬期でもそうだし春山でもそうなんですけど、雪があれば雪崩が起きると思っていただいて、特にこれから厳冬期、降り始めの雪、パフパフのですねパウダーを求めて滑られる方もそうですけど、スキー場でもですね意外に雪崩の事故は起きます。何年か前にもスキー場で滑っていて、白馬の方でもありました。学校のスキー教室かなんかで雪が降っていて、林道コースで雪崩が起こって、学生さんがですね一緒に亡くなってしまったりとか、そういう事故も起きます。スキー場でも雪崩が起きて、当然ですね雪山、斜面があればどこでも雪崩が起きると思っていただければと思うんですけど、私は雪崩に合わない、雪崩のあるようなとこ行かないぞっていう方もいらっしゃるんですけど、もう雪山に入る以上ですね必ず雪崩が起きるというのを前提に持っていっていただきたいんですけども、このビーコンですね、今日のお話はそのビーコンを持ちましょうという話じゃなくて、ビーコンを持っている方が、どういうふうにこう装着すればいいのかっていうのをお話ししようと思って、ちょっと話がそれましたけど、このビーコンはですね必ずですね上半身、基本的にはこのビーコンに備え付けの、専用のハーネスというのを使って、大体こう3点で止めて、このハーネスメーカーによって違うんですけども、大体この胸あたり、左か右か、胸あたりにビーコンが装着されるように設計されています。それはスキーとかボードとかで転倒したりとかクラッシュした時にこのビーコンを壊さないようにっていうのもあるし、体のですねその、出っ張ってるようなところにあると、その 激突した時にですね体のこの骨とかを痛めてしまったりとか、そういうのがないように、こう大体脇腹あたりにこう装着されるようにできているんですけど、必ずですねハーネス、基本はもうハーネスです。で時々ですねポケットに入れてる方もいます。こういう胸のポケットとか、このですね脇のポケット、こういうところに入れられてる方もいらっしゃるんですけども、雪崩に巻き込まれるとですね上着とかズボンとかもそうなんですけど、結構身ぐるみ剥がされるということも、結構あります。揉まれ方にもよるんですけども、そうすると上着にのポケットに入っていると上着ごと、剥がされてしまうと、ビーコンは自分と違うところに行ってしまう、服ごとですね、特にズボンなんか脱げやすい場合もあるので、ズボンのポケットに入れていると脱がされてしまうということも起こりますので、そうすると持ってないのと同じになります。探せない、このビーコンは見つけたけど服しか出てこなかったみたいなことに
になる可能性があるので、必ずハーネスはこう3分に止まって、しかも上半身で止まるので、なかなかそれをこう剥がされるっていうことは少ないので、しかもその上着とかですね、インナーのできれば中に、できるだけ中の方に装着をしていただきたいんですけど、ただ出してこう捜索するときは使うので、まあ、出しやすいところっていうことになるんですけど、一番この上着の上についていると、やっぱそれがこう何か、そのハーネスがちぎれたりとかですね、そういうことが起きる可能性もあります。どっかに引っかかって、そのまま木とかに引っかかってですね、そのままこう流されながら、そのハーネスだけがどっか飛んでいってしまうとか、そういうことも起こるかもしれないので、なるべく内側ですね、ウエアの内側の方に入れてという感じで、ただ出してこう捜索時は使わなきゃいけないので、出しやすいところっていうのもあるんですけども、それとですね、あと捜索中にですね、このポケットとかに入れているとなかなかこう自分の体にジョイントできない場合があります。その時にもしも落としてしまったりとか、どっか自分がですね、その雪崩のデブリの中でですね、まあ、滑ったりとかスリップしたりとかして、このビーコン落としてしまって見つからなくなってしまうとか、雪の中ズボッとも埋まってしまったら、もうどこかわからないっていうことは、しかも捜索中は受信モードにしているので、今度はそのビーコンが見つけられないみたいな、そうすると今度探すこともできない、埋まってる人がいる場合にそのすぐこう探すこともできなくなってしまったりとか、いろんなことが想定されるので、特に雪崩で誰かが埋まってしまったと、自分の大切な人だったりとか仲間が埋まってしまっている時に、生きてるか死んでるかわからない状況の中での捜索になるので、その時はですね、かなり緊張感もあります。緊張して手が震えることもあります。そこは落ち着いてですね、しなきゃいけないんですけど、その時にポロッと落としてしまってビーコンもどっか行ってなくなってしまったと、そういうことにならないように、必ずハーネス、備え付けのハーネス、こう面倒でも熱くても備え付けのハーネスにつけて携帯するようにしてください。まあ、ポケットに入れるとしたら、なるべく内側ですね、インナーの方のポケットに入れるように持ってください。でズボンはですね、やっぱ剥がされやすいので、ズボンのポケットに入っているとこう巻き込まれた時にズボンを脱がされるっていうこともあります。時々あるので、その辺も気をつけてですね、基本は、備え付けの、専用のハーネスに装着をして、ウェアとかインナーとかの内側ですね、できるだけ内側の方に装着するようにしていただければと思いますので、必ずね、雪山ではこれから、冬山シーズン、白馬の方でもですね、もうそろそろスキー滑れる、季節、標高の高いところではもうパフパフのですね、雪が待っていますけども、必ずこのビーコン正しく装着をして、まず雪崩に合わないように気をつけて、楽しむようにしてください。特に登山をされる方も雪崩はですね、いつ起こるかわからないと、いつでも起こると、傾斜があればもう傾斜があってですね、雪が特に降っている時に起こりやすいので、そういう時はゲレンデ、スキー場、管理された場所でも起こるということで、もし持っている方は必ずスキー場で滑れる時も携帯をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。